疲れ様です。元気ですよ。新人カメラマン、お前誰だ？視聴者の人が戸惑うよ、ちゃんと教えろ。安井です。安井、はい、魔人ブーです。魔人ブーですご無沙汰します。魔人ブーです。皆さん、1、2回動画出た？2回出ましたね。2回結構コメントが叩かれてはい、叩かれてました。はい、視聴者の皆さん、この安井っていうのはちょっと簡単な自己紹介すると、もともとは YouTube 見て求人に来たんだよな。そうです。はい。で、そのきっかけが、まあ、二階道場、元お蕎麦屋さんだと。僕も、まあ、個人事業者やったんだろ。はい。で、やっぱり、まあ、俺の見立てはね、勝手な想像だけど、ちょっと自己管理が足りてなかった。はい。優秀な人材で仕事も確保してたし、取ってたし、まあ、お客さんにも、きちっとしようかな。はい、頑張ってました。うん。で、まあ、個人事業主と、やっぱ、アメリカ道場っていうブランドを使うとって言って、訪問販売。はい。いわゆるな。はい。いい仕事をしてて。まあじゃあうちで、まあ、同じ商品提供するから、まあ価格も別に上げずにな。やってみるかっていう感じでやったんだな。はい。まあもう成績でも出してよな。何件かは。取ってよな、大きいマンションと。不動産屋さんとかに結構営業かけたりする。はい。取りました。で、取っていろいろやってるうちに、まあ半年ぐらい今。今で、そうですね。6ヶ月、7。6ヶ月。7ヶ月、はい。うん、で、この1ヶ月、2ヶ月は何やってるかっていうと、うちが、17i って今、流行ってると思うんだけど、それの事務所の許可を取って、で、お前がその、まあ、そこの責任者だよな。はい。で、今の現在40名ぐらい集まってるの。今、今日で50名突破しました。50名突破。はい。すごい勢いだな。はい、4ヶ月で。うん。はい。ほんで、まあ、俺も、この間動画出てくれたこと、2人ぐらい、まあ、紹介だけか。まあ、配信しないか。もうでも、明日からやっていく予定です。やってくれて。はい。まあ、その子も、16歳で、スナックのママの妹が。はい。結構可愛らしい子だよな。可愛いです、可愛いです。いいしな。はい。売れると思いますよ。あの子売れるよな。売れます、売れます。応援して。投げ銭通信は別として、まあ、遊びに行ってあげてコメント入れてあげると。そうですね、励みになります。モチベーションがあるな。はい。みんないろんな葛藤があって、やっぱ配信始めるやつだからさ。まあ、ぜひ応援してあげてほしいんですけど。まあ、そういう今、こういうのをやってて2ヶ月。で、こいつ自体が、結構、新人賞取ったのかな、今回。そうですね。アカウントで。日本一位と言われて。日本一位取った。はい。でっかいイベントで、でっかいイベント。お前の話は今日いいんだよ。そういう今日はカメラマンを連れて、夜の5時51分、足場班資材置き場に向かっております、私。はい。何をやりたいかというと、まあ、これ動画にもいろいろなって、問題にもなったんですけど、会社が。やっぱ実習生の扱いが良い悪いっていろいろあって。で、正直、まあ、何人か飛んだんだ。やっぱ今これ、実習生が飛ぶのが今流行りになっちゃってさ。はい。なんでかって知っとる、今。コロナだから飛行機が飛ばないから、免税っていうの、関税っていうの。はい。もう私、不法滞在ですって言いに行くじゃん。はい。言いに行っても整理券かなんかもらって、すぐ強制送還だよ。隔離されないんだって。はぁ。言っても分かる。言ってる意味分かります。だからもう帰りたい奴が行くんだって、金かからんもんね。お金ないって言ったら、はい。結局は日本を金出して、調整損が差し込むから。はい。なので、もう私、不法滞在です。何々です。って言っても、捕まんないらしい。いい世の中ですね。いい世の中だな。はい。整理券かなんかもらうことなんかしないけど、ね。おかしい世の中ですよ、それは。で、その間は何だったら働いていいビザかなんか出るらしい。はい。これと詳しい情報じゃない。ちょっとコメントならしっかり書いてほしいけど。はい。そうじゃないよ、こうだよっていうのが。はい。ちょっともう詳しくないんだけど。そういうのもあってね、いろんな周りの会社でもね、ちょっと飛ぶ人が増えてるけど、うちもね、まあ、動画になったものも一人あるかな。で、ぶっちゃけちょっとね、ここ1年、トントンと続いてるんですよ。はい。なんで、そういうこともあって、いろいろ、やっぱ実習生の不満も聞きに行ったじゃん、動画。はい。まあ、実習生の料理みたいな。そうですね。たまたま岡部を通して、実習生の社長と話したいってことで、はい。話しに行ったら、まあ、こうです、ああですと。でまあ、これから月に2回、はい、会社で全員集まって日本人とベトナム人に、はい、いろいろ話し合おうと。なのでまあ話した結果、まあ、2回やったんだ、3回かな、今度2回か、はい、で飯も食ってな、みんなでもちろん、はい、でまあ今後、まあ、今日の様子を見て話を聞いてな、はい、実際にどうなのか、どうなんですかね、うん、
でも話聞いて、まあ、良さそうなら、もう関係性が改善されてるよってのは、まあ、一気に辞めるってのはちょっと厳しいけど、月1ぐらい。はい。で、集まりをやろうかなと思ってるんだけど、まあ、飯も抜きでな。やっぱ仕事も偉いから、はい、酒飲むと遅なるじゃん。まあ、結局、どうしようって、やろうかなって思ってるけど、まさかのカメラマンも。いいコンビです。いいコンビ。お前勝手に言うから、またコメント欄あげるぞ。はい。まあまあ、荒らされとったの。荒らされてました。動画には出てないだけで、本当にまあ優秀な人材で、俺もすごい買っとるしな。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。まあそうだよな。そうですね。流してやって。はい。で、そのうちまあ1年とかでも頑張ってる子をちょっと、一部見てていろんな企画。はい。で、まあ宣伝がてら、ちょっと面白いね。よっしゃ、みたいなやつがおったら面白いやん。はい。そうなってくるといいかなと思うよね。助かります。だよな。はい。はい、じゃあ着きましたね。あれあいつら。暗いですよ。いないんちゃうか？え？いないわ。暗いですよ。え？あれも誰も見えちゃう。あ、まだ現場か。現場ですか？年末でめちゃくちゃ忙しいって言っとったんだわ。オープン！実質、お前結構あれ嫌うと何人も入るって。こいつ確か入ってる。嫌われてるよ。カット。そう、俺も今日ベテラン実施生帰ってきたら全部聞くぞ。全然大丈夫ですよ。いいか。はい。まあまあ、しやる。じゃあ会か関係改善したら、はい、言いたいこと言いたいのまた違うと。でもいいよいいよいいよとか言ってチームできてちゃんと怒って叱りながらでも人間関係を良くしておく自信がある。それなりにやってます。あ、それなりにやってます。それなりにやってます。それなりにやってます。いや、でもやっぱ聞くのはあいつ。お、聞きます。言い方が優しい言い方したいです。年取ったらダメだぞみたいな感じで。あんま優しく言わないだろ。ダメだそんな感じっすよ。そんな強く言ってるつもりってないです。そう、まあまあ俺見てると思ってる。見てるって確かに。うるさいね。お前弱いやつ強いじゃん。お前弱い。全然強い。そう。例えば今いい感じ。自信あるな。自信するからね。そうです。まあ、まあ、どういうふうに改善したの？まああの、あれ教えながら怒ったんですよ。わけも分からず。昔は怒っとったもんで、なんでこうなったみたいな感じで、なんでこうなったの、なんで怒られたのかを説明して怒っとったんですよ。前回の話し合いで営業とかからもなんか言われたじゃないですか。前回、前回営業話しまった、その物損とか、やっぱそれをちゃんと聞いてくれてるかな。ああ、そういうことね。ちょっとそういうそういう意識も強くなってるな。お客さんのうちを大事にするっていう意識が芽生えてたのか。一緒じゃないと思います。ってことは広いと思う。今まですごい怒ってあーとか言ったけど、まあ、そうやって優しく言ってもよりレベルが上がってると思う。そうそう、一緒じゃない。もう意識、まあ、僕らだけがいいと思う。うるさいうるさいしか言わない、うん、で、僕もカッてなっちゃうから、うんうん、それでもう悪循環で、あ、ってなってたところを、うん、そういう話し合いがあったことによって、うん、全然変わってきたし、めっちゃ直してる。いい事務所だよ。美味しいです。お前、どう？金山喋らなかったらどうするの？いや、いいこと言ってました。聞き入ってました、聞き入ってました。お疲れ様です。実習生との関係は改善するんかっていうのを、調査に改善局面調査に行きました。あの第1回の話し合い、第2回の話し合いしてからの後の改善は、まあ、まずその実習生がずっと待ち後継してるっていうのに関しては、最近もうみんな日本人はみんな中にいるんで、中でぺちゃくちゃ話しながら、まあ、仕事の話もしながら、でもその時はもう翔くんとか誰か気遣って、まあ、誰かの話もありようと思って、だいぶ早くで遅くなった子たちが出れてますよ。遅くなって後から帰ってくるメンバーじゃないですか、一人とか二人とか、その子たちはまあ誰かが持っていくと
あ、それこそもう一回やったと。やってます。買うの大変じゃん。あの会議の藤田でも先取り合わせば。だから先に集まったメンバー先にもバスが入らせて。で現場の方も別に特に今日も翔くんと同じ現場で、うん、岡部ベトナム人とおっしゃったんですけど、うん、全然まだ多分。ちょっとおしゃれにこだわってるようみたいな感じがちょっと嫌としてるんですけど、いや俺も今日実習生に聞いたら大丈夫だろうね。大丈夫だと思います。僕は分かんない。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした。元々お前で実習生が日本人に対しても嫌だって言ったのお前の発祥だな。はい、ありがとう。いや怒られると思って。動揺したの。いやめちゃくちゃ考えて。なんで怒られるんだ俺みたいな。なんだろう、なんだろうって。なんで俺カメラ渡されるんだって。そうそう。ほんで、まあ、実習生が今どういう気持ちに変わったのかなって聞きたいな。そう、あこれ今日決めるよ。お前今日送ってって言われる。家の中で話してる。俺ができる。俺がおったらやっぱり言わんじゃん。俺も聞くけど、もちろん。ベトナム人担当みたいな感じでやってるけど、外交官みたいな感じになってるけど、ベトナム人なってるけど、大丈夫。これ大事な使命だぞ。本音の本音出せ。まあ、それいいな。お前の中では、ね、いろいろ努力したら。みんなはい。よかったって。他の日本人は優しくなったって言い方は変ですけど、より柔らかくなった。それによってさ、仕事の質とかさ、危険作業とか増えたりとかじゃん。その辺はどう思う？いや、そこは大丈夫だと思います。よりいい工事が提供できてると思う。はい。やっぱりその、危ない時は危ないって。タラタラやってるとか、怒んないからタラタラやってるとか。そんなことはないと思います。はい。いい方向に動いてる感じ。わかりました。じゃあ、お前では聞いてみましょう。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。何言われる？何言われる？何言われる？何も分からない。何言われると思う？何言われる？何言われる？全然予想がつかないです。あるだろう。本当にいいな。本当にいいな。お前二人は。いや、分かんないです。全然予想がないもん。はい、そんなないもん。じゃあ今日は何言ったら改善されてる、されてると思います。はい。まあどう思う全体に。今はでも正直でまあ忙しいんでそんな一気にやっぱ変わってないですけど、うんうん、まあでも前よりは絶対良くなってる。じゃあまあちょっと、まあ、尺もないで、まあ、続いてみんなが聞いてみましょうか。お願いします。はい、お願いします。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。何の話だと思う？分かんないです。本当にいいな、これは言い出して。はい、自分から言った方がいい。すいません。みんなから言った方がいい。分かんないです。分かんないです。実習生が右見せたじゃん。どう？みんな変わったと思う？僕は他のチームっていうか、他の日本人はあんま行かないんで。ああ、そうですか。それ、でも意識してるんですか？意識してるんですか？僕、この前、夏ぐらいに起こった子が辞めちゃったんで。ああ、そうですか。そこは意識してる。そうですか。意識してる。そうですか。実習生聞いて、健太は全然変わってないんですか？はい。実習生全然変わった？でも、お前の送ってみたら。はい。ちょっと5分だけ喋ってください。最後、これで、すぐさん、皆さん。はい。これで変わってないよ、言われたら。まあ、俺には言わなかったから。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。ダメだよ、おい。ジェイ。あ、よく来るよ。もう全員来た。はい。お前、来たよ、俺。2回ミーティングやったろ、日本人。ああ、変わったっす。変わった？いや、変わったっす。変わった？変わった？変わった？変わったっす。どういう風に？いや、いや、早い帰りあります。おう、はい、早く送ってきてください。現場でもう怒ってないっす。怒ってない？はい。あ、怒らん、現場で怒らん。そ
構怒らす。なんでもちゃんとお前らもちゃんと仕事もやっとる。そうサボってないし別に。はい、サボってないです。どう変わった？どうですか？変わった？そう。いい感じ？いかない。お前ら本当だろな。でも俺はね、俺にはちょっと言わんかもしれんで、ね、岡部今日連れてかせるね。岡部にちょっと家の中でちょっとだけ喋りたい。はい。もうちょっとこうしてほしいとか待ってないで。はい。いい？大丈夫です。今鬱陶しい人は誰？いないっすね。ない？いない？誰ですか？いないっすね。おるだろうか。一人目はおるだろう。一人目はおるだろう。誰？ケンちゃんだろう。誰ですか？ケンちゃんレベルティーなな。いないです。いないですか？誰ですか？いないです。いないですか？ケンちゃん。うっせやな、じじいな。自分寝坊ばっかしとんのよ。だからな。ケンちゃんだろう。うちばっかだ、あれ。大丈夫です。大丈夫？相手してない。相手してない。まあでも仲良くな。俺は別に絶対日本人の言うこと聞かなきゃわけじゃないから、はいはい、うん。正しい方が正しいからな。はい、まあまあいいじゃん。俺日本人も言ってたら、今いい感じです、はい。だけど、実習生が別にサボっとるとか、じゃない。もっと良くなった、はい。だから、じゃあいいことだ。はい、だそういう、あいつらも気づいたんだな、はい。あ、怒らんでもこんなにみんな頑張ってくれるんだ。いい歌だ。はい。よし。お疲れ様です。元気だ。はい。元気でしょうか。お疲れ様でした。お。今のが本音だと嬉しいですね。本音だと嬉しいですね。岡部が会社で送ってたら。今やったのがプロフェスに行って。はい。それじゃあ。アインお疲れ。お疲れ。アインどう？こないださ。日本人と実習生の話したでしょ？社長一緒、話したでしょ？うん。どう？あれから。大丈夫です。大丈夫？大丈夫。変わった？いや。変わったと思う。でも今忙しい。仕事大変だ。大丈夫？大丈夫です。大丈夫？うん。よし、大丈夫。OK。ヘイ、アイズ。はい。ふい、お疲れ。お疲れ。ふい。ズン、どう？仕事。ああ、大丈夫です。大丈夫。日本人か私ね。あ、ほんと、うん、仲良し。大丈夫。誰一番仲良し？誰一番？みんな一緒？お、いいね。みんな仲良しね。ひゃー！チュクラジョネス！お疲れー！眩しいな。ごめんな。眩しいで。いいよ。大丈夫。ヒュー、どう？この間のさ、話があったじゃん。うん。変わった？ああ、みんな、変わりました。変わった？うん。みんな、もう、怒ってこない？怒ってないし。うん。まあ、確かに、少ないよね。うん。ね、それがいい。仲良しで、もう忙しいや、今。忙しいですね。うん。休みがない、ずっと。けど、大丈夫、みんな頑張ってるし。うん。日本人も、はい、実習生も。またお酒飲み行こう、お酒。何本ね、飲める？2本ぐらい。2本ダメで、じゃあ飲ぐらいからで。2本しか無理。2本ダメ。おい。おい。おい。は？殺すぞ、お前。おい、今これ取っとるで。すずはダメだって。すずはダメだって。ごっくどう最近仕事は？ごっくはでも長い。うん、長い。一番長い。うん。いつも12月こんな忙しいの？うん。いつも毎年。忙しい。うん、毎年。お正月何すんの？あれ？うん。家。家？うん、自分の？うん。家にいるのずっと。うん。嘘だって。遊び行くでしょどうせ。いないよ。どうせ遊び行くでしょう。家だって。女。あ、家だけよ。家だけ？うん。家か。掃除。掃除？バッテリーみんな。掃除だなあって。みんなバッテリーよ。何すんの本当は？みんなバッテリー。バッテリー？お酒。うん。家で？うん。いいね。グエン何してんのグエン？はい。お疲れ。お疲れ。グエンはこの前話したじゃん。日本人と、はい、カンタさんの声は大きくなった？今をちょっと
と大きいですよ。あ、今ちょっと大きくなった。はい。ね、一番そこだもんな。そう。一番な。はい。よかったよかった、大きくなって。はい。みんな仲良し？あ、みんな今大丈夫です。うん。ボス、寝ちゃダメだって。寝てる？これ。うわ、絶対嘘これ。嘘。何？あ、何？お疲れ。時間ね。この間さ話してさ、変わった。いや変わったっつ。変わった？うん。そんな分かるぐらい変わった？分かるっすね。分かる？じゃあやっぱ怒ってない。ないっす。みんな？みんな。でもさ優しいけどさ。全員仕事がじゃあ危ない時とかは言ってくるでしょ。そうそう、危ない、ダメ。ああ言った言った。そうそうそう。ああでもおいとかない。今ない。うん、はい、それがいいね、一番ね。いい。うん。 あとデュックの不満はなんかないの？いやー俺なんかない。今ない？今ない。ほんと一番いいよ。ああ大丈夫です。あとは女か、女が欲しいぐらいか。そうだね。女またあれ、お酒音楽。ああ、いいいいね、行こう行こう。名古屋な。おお、名古屋行きたい。名古屋がいい。名古屋大きいか。ある、あるある、いっぱい。 5個ぐらい。5個ぐらい。うん、いっぱいある。いいよ、行こう行こう今度。うん、正月や、正月で行くよ。正月、正月みんな忙しいじゃん。忙しい。うん、多分。まあもう帰る。俺も帰るよ。俺も地元帰る。地元帰って、まあすることないけどね。正月な。まあ忙しいけど頑張ろう。うん、頑張ります。ヒューも1月の何日に帰るの？29。29？帰るの？けど帰りたくない。帰りたくない。俺も帰ってほしくねえな。お金。貸していきたいっすから。うん、せっかくね今楽しい、うん、なってきた。お疲れ。どうぞ。お疲れ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 。はい、おやすみなさい。ひよひよひよ、また見てねってやって。また見てね。バイバイ。バイバイ。